皆様はマップを使われることが多いと思いますが、そもそもそこが市場のマーケティング規模となる。まずストリートビューで GPS がなくても使用ができるというのが大きなメリットになります。例えば広告1ヶ月1000円ぐらい出して削除するほど使われるかなってちょっと思ったんですけど、私たちはその点でゲーム要素を取り入れることで利用者数を増やすことができます。 GPS なしで使えるっていうところが、行きたい目的地を選ぶ、そこで画像が出るので、これで間違える人は多分いないと思うんです。私たちは大学生とフリーランスの社会人に対して連携したスケジュールアプリを提案します。一つ目としては、自分の作業時間を自動入力、自分の一番いい時間に仕事を入れてもらうだとか、自分の朝目覚めがいい時間に起きるということをスケジュール化できるようにします。果たして休みが取れるようになるんでしょうかっていうのは、グループ機能っていうのがついてて、この人こんだけ疲れてますよっていうのが知らされるんですね。忙しい人同士が自分主体のスケジュールを取り合った時に、どうやってその競合を解消するのかなと思ったんです。休みを返上してこう会ってるっていう現在が嫌だなということで、自分たちの許容範囲内で作ろうっていうのがコンセプトです。この時間ですね、何だと思いますか？日本で服選びにかかっている時間を表しています。特に女子大生の皆さん、天気予報で10度って聞いてどんな服を着るかピンときますか？あなただけの基本温度を調整します。でそのユーザーさんの、まあ、モチベーションというか、それを、まあ、たくさんデータが溜まってこないとあのメリットないと思うんですけど、月間のいいね数によってその報酬っていうのを出そうかなっていうふうに思っております。年齢層とかによって服の好みとかバラバラかなと思うんですけど、そのあたりの対応の仕方っていうのをどういうふうに考えてるんでしょうか？年齢とか体型、暑さの感じ方とかも入れる項目を用意しようと思っています。男性の場合ほとんどスーツなんで、なんかそんなにバリエーションがなくて、中に着るインナーの有無っていうのも関係すると思いますね。やりきっていうのがやっぱりこの世の中社会としてちょっと不便な面が多いすぎるんじゃないかな、電車の改札じゃないかなって思って、全部右に切符入れて右で定期やるんですよ。解決策の具体案なんですけれども、既存の交通系 IC カード、イコカであったり、そういったものに顔認証を搭載して電車を顔パスで乗ろうと。こういった事業を、いや他にやってるところって実はあったりするんじゃないかなって思っていて、 Amazon Go っていうのは最初に店に入るときに自分の携帯の QR ピッてやってから顔認証なんですね。そのピッていうのもなくしたシステムを私たちは作ろうということで、私たちのスマホの顔認証あるじゃないですか、あのスピード感を持って改札に作り込んでいけるのならば、もっとすごいことになるんじゃないかなっていうので、あと顔の写真を撮っていくと、いろいろな、皆さんもちょっと調べたかもしれませんけど、いろんな制約とかプライバシーの問題とかあるときに、まあ、これってネックになるとしたらどういうことかなみたいな議論が出たかどうか。顔で言ったらやっぱセキュリティの部分だと思うんですけれども、そのセキュリティの部分で私たちはその中国があったんで、中国を例にすると、中国って今全部顔を抑えられて2億台のカメラが中国に置かれてるって言うんですけれども、それによって犯罪数がすごい減少したんですよね、うん、そういったところによると、その利益を考えた時に犯罪数の増加っていうことであれば、もっと大きい利益が出てるのかなっていう。ダイエットが続かないっていう人いますか？そういう人たちのために僕たちが考えたアプリを使うと、ちゃんと目標達成してなおかつ楽しさも知れるよっていう。ダイエットの形式は、バトル形式にして、友人とも、共通のコミュニティともできる形にします。モチベーションがなくなりますと、でそこをバトル形式で補うっていうことなんですけど、何をバトルする想定ですか？こういう共通のコミュニティを作って、大体同じ体型の人を競わせるっていう形にして、お互いに競うというよりは励まし合いに近い関係を作れたらいいんじゃないかな。企業にデータを売ると書いてあるんですけども、誰が誰にでどのようなデータを売るんですかという質問と、そのつづもんがまずそういうダイエットの方法を紹介します。体重計に乗って、まあ、データが出ますように、でその日々のデータを、まあ、個人情報抜きでこちらが預かって、でこのくらいでこのダイエットでは成果が出ましたっていうデータを提供するって形で収益を狙ってます。メンター賞を発表したいと思います。チームへのキープスマイリングです。おめでとうございます。企業賞キープスマイリング殿チームはリーダーシップギャラパンイン関西2019にて見事な提案を作成し、図書の成績を収められましたので、その栄誉を称えこれを称します。表彰状教員賞チームで殿チームはリーダーシップキャラバンイン関西2019においてチームメンバーと力を合わせて見事な提案を作成し、当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえこれを賞します。
今回 A チーム の発表内容はですね、非常にお困りごとに対して、まあ、策がもう的確だったのかなと。やはりこうペルソナもですね十分にされて、それに忠実に策を練られたと。はっきり言うと、まあ、課題が結構あります。技術的に言うと多分今できないことがいっぱいあるし、ただ、一つ評価する点があるとすると、まあ、それによって実現したい世の中っていうのが描けてたのかなと。みんなが楽しんでアイデアを出して、かつお金も回りながら社会も幸福にするようなものを、全く知らない人たちがですね、ビジネスを通じて話し合うことで、一人だと考えられなかったことをここまで考えられるってことを体感していただけたんじゃないかなと思います。さらに今から成長していくためにも、もっと数こなすじゃないですけど、いろんなことにチャレンジしながらクリアしていくっていうことで、もっとステップアップしていくのかなと思うので、頑張っていこうと思います。誰か頑張ってくれるから、もっと頑張りたいと思ったことが、自分にはそのまとめようとかでホワイトボードとか書こうとか、そういう積極性にすごいつながったんで、成長ができたかなと思います。参加して、まあ、普段はこう一緒の学年の人だとやってるんですけど、こう全然年齢差もちゃう社会人の人やったりとかとやることで、こう見る目線が変わったりとか、まあ、考え方もっとこういうのがあるんやっていう、その視野が広がったっていう部分で成長できたと思います。今後はその普段のグループワークでもこういうのを活かして、もっと広い目線で見ていきたいと思います。今日学んだことを活かして、やっぱ次は人をどうやって動かしていくのかとか、個性に合った動き方がみんなできるようになっていけたらなと思います。自分の役割を見つけていくということの大切さに改めて気づかされました。なぜかというとですね、会社に入ると大体の場合役割が与えられるんですよね。与えられるという状況の中で仕事をしてしまうんだけど、皆さんはそれぞれのメンバーの中で自分の役割を探すことに一生懸命だった。それが素晴らしかったなというふうに思います。良い仲間と一緒に進めるということが学びの一番大切なところです。この2日間大成功だったのは皆さんのおかげです。皆さんが素晴らしい仲間だったからです。お互いに拍手を持って終わりましょう。ありがとうございました。